ちゃん、私の名前は伊藤彩佐です。お気に入りの名前です。お誕生日は1996年の8月17日です。好きなもの、好きなものはじゃん、宝塚、アイドル、そしてコスメとあります。宝塚はですね、もう今後またもうじっくり語らせていただくんですけれども、私の生きがいみたいなところもありますね。ジュースジュースっていうアイドルがもう大好きで、よくライブに行ってます。宮本かりんちゃん大好きです。コスメ、私はお化粧品が大好きです。美容系 YouTuber の人の動画をすごく見てるんですよ。リップが特に好きで、はい、こちら、うおー、美容系 YouTuber っぽい。で、実はここにね、あやさって入れてもらってるんですよ。なじませるとナチュラルにグラデーションっぽいリップが完成します。くじ引き、あや散歩、イエーイ。記念すべき1回目はこちら、じゃん、高円寺。では早速高円寺という土地へ行ってきます。この高円寺、ここをゼロとして2000歩、私が散歩したいと思います。そして2000歩経ったら終了ということで、今、私の万歩計ね、はこちら今2030歩です。ここからということで4030歩まで目指して歩いていきたいと思います。なんかあるよ、これは持ち帰りできるかな、ジュース屋さんあるけど。さあ、ということでバナナジュースを買ってまいりました。いただきます。うん、おいしい。待ってね、あそこにめっちゃおいしそうなカステラ屋さんあるんですけど、これは、あ、待って、でも焼き鳥屋さんあるわ。待って、お持ち帰りできるって書いてる。はい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 、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきたいと思います。うん、いや、おいしい。もう砂肝のこの食感大好き。来た来た来た、お洋服エリアでもこういうのなんかざっくり着るのめっちゃ好き。あ、さあ、残り歩数が少ないということで、カステラ、カステラ、新カステラへ。はい、ということで新カステラゲットしました。あったかい。ちょっと失礼しますね、 お手手で。うん、ふわふわだ、びっくりする。いただきます。卵がふわふわなんですよ。卵の味がもう体内に循環する。うん、美味しかった。うわー、マヤドリだ。急にガチの雨、そんなことある。でもこの急にガチの雨ということで、でも来ました。あ、来た、ちょうどだ、4030。イエーイ。くじ引きであや散歩。さてさて、今回はどこかな。出ました、じゃん、お、代々木上原。さあね、ということで代々木上原の街を散歩したいと思うんですけども、今回も2000歩歩かなければいけません。ということで今現在1798歩ですなので3798歩、まあ大体3800歩ぐらい。いやね、代々木上原初上陸なんですよね。でもね、ちょっとこれだけ言っていいですか、私今日お腹空いてるんですよ。なんか美味しい代々木上原ご飯食べたい。ちょっと待って、ドーナツ屋さん見っけ。ドーナツ屋さん、来た来た来た。これは、これ嘘でしょ、嘘でしょ、そんな、そんな、そんな人気の人気店。じゃあまあドーナツは無理でしたけど、ここで、お、1000歩ぐらい歩いたのかな、もうちょっとで1000歩。美味しそうなお菓子屋さん、和菓子屋さんを見つけたので入りたいと思います。こちら、先ほどのお店から、こちらのあんこの中にチョコあるやつみたいなやつを購入しました。あ、冷たい、なんかふにゃふにしている。いただきます。うん、あ、え、おいしい。いや、甘さもね、絶妙にちょうどいいですね。一瞬で完食ですよ、こりゃ。うん、めっちゃ増えてる。4052歩。
くじ引きあや散歩。今回散歩するのはここです。じゃん、中野。さあ、ということで中野駅にやってまいりました。現在、こちら2609歩でございます。今回は1500歩で行こうということなので、まあ、4100歩ぐらい、約それぐらいですね。中野といえばやっぱ濃いイメージ、ディープなイメージありますけど、あとご飯屋さんが美味しそう、あったかい飲み物が飲みたいよ。本当ないかな。カレーランチだって美味しそう。気になるわ、こういういいよね、気になるお店屋さん探し。手の感覚がなくなってきた。あれですね、中野はやっぱこう住んでる人が多いのかな。郵便局がめっちゃ多いですね。ホットドリンク買いてー、ゲットしてしまいました。中野のお茶です。もちろん中野で買ったやっぱ特別なお茶なので、もう温かさが違いますよ。温かい、やっと出会えた。美味しそうな、食べれそうなところ、たこ焼き屋さん。ということで無事にたこ焼きゲットです。ということでいただきたいと思います。美味しそう。いや、チーズ盛りすごい。いただきます。めっちゃ美味しい。これもうね、バクバク食べれちゃいますね。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。お腹も満たされましたし、結構歩いたんじゃないかなと思うんですけども、お、来ました。じゃん、ちょうどいい時、4178歩ということで散歩終了。皆さん、私の小さな頃の夢は知ってますか？そう、クレープ屋さん。ということでやってきました、こちらのお店です。じゃん、こちらパーラ外苑前本店さんです。人気メニューとかはどう？人気ですか？ロイヤルミルクティーかピスタチオマスカルポーネ。だってロイヤルミルクティーと、ロイヤルミルクティー焼きリンゴですからね。じゃあ早速頼んじゃおう。で、その人気のピスタチオマスカルポーネグリオットバニラハチミツお願いします。なんか普通のクレープの生地と違う。ナッツのパウダーが、パウダーが入って、あー、私もこれがしたいの。したいしたい。あー、クリーム、クリーム、うわー、なんかでもやっぱクリームの絞り口が違いますもん。おー、うわーい。あ、そして仕上げにピスタチオが、ということでゲット。ピスタチオマスカルポーネグリオットバニラハチミツいただきたいと思います。うわー、おいしい。もう超おいしい。生クリームが、何、私生クリーム大好きなんですけど、この生クリームはね違うね。次はこちら、このクレープのねメニューをバーっといったところの一番下にあるキャビア。いいですね、お食事系クレープか。うちもう最高の組み合わせじゃない、今日のチョイス。キャビア来た、キャビア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 来たよ。これ毎回こんなにもらえるんですか？そうです、毎回です、毎回。すごい、よかった、私の特別かと思ってってぐらいありがとうございます。やった、ということでキャビアです。いただきます。キャビアがブチブチに潰れて、すごい魚卵を感じる。要は満足じゃん。
もらってんすか。今回私が挑戦するのはこちら、ハンバーグ作りということで始まりました。はい、切れました。これちょっと次の工程も同時に進めます。卵いいよ、玉ねぎがね、輝いてきました。パン粉、牛乳大さじ1、2、3、3点ちょいぐらいとか、もうメタメタにするんですよ。を作ります。できた、やっていこうと思います。オン、はぁー、来た、いいよ、いこ、せーの、はい、うわー、美味しそう、はい、うわー、うわー、助けてー、助けてー、はい、隠蔽や、味見、この甘さスプーンで、味濃いな、濃いか、水足そう、ソースの味見をします。これパプリカ、そしてトマトがあるので、なんとなく切って炒めてそれっぽい感じにしたいと思います。マジックソルトをしようか。やばい、いい、またやばい、なんか適当に料理はするもんじゃないな。はい、うわー、天才だー、いただきます。うん、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 いやー、これはちょっと自分だけじゃなくてもうみんなに食べてほしい。ちゃんと一緒に食べよう。見てお分かりだと思うんですけれども、今日はパンケーキを食べていきたいと思います。生クリームをトッピングすることによって旨味が増すんじゃないかと。入れますよ、お砂糖はもう突っ込んでおります。あ、見えるかな、ドンキかなこれ。いちごもこうやって切ったので、乗せていきましょう。いいんちゃいますか。できました、いただきます。これでもリベンジしたいですね。ふわふわのパンケーキをちゃんと私も作れるんだぞということを皆さんに教えていき、教えていきたい。お蕎麦を打ってみよう。私はちゃんとね成功させたいんですよ今回は。とりまじゃ この粉を混ぜたいと思います。で均一に、ね、混ぜます。あ、でもだいぶまとまってきた、いい感じですよ、ほら、じゃーん。続きまして伸ばしです。おー、沢内感出てきました、すごい。さあ、ここからが、あー、切るやつです。これやばい、不透明だ。できたー、私の記念すべき一人でできるもん、沢内編完成しました。さあ、ここから茹でて実食していきたいと思います。じゃあ行きます。4分ね。あ、4分。あ、40秒だった。危ない。用意。ドン。お、6、7。はい、はい、はい、40秒。え、なんかめっちゃ太いんですけど。絶対もっと細くできると思ったのに。とりあえずちょっとできましたが、できました。固っ。もう一茹で
ちょっとやっぱ分厚すぎた説あるので40秒じゃ足りんかったのかもしれないということで、あ、ちょっと目、あ、なんか麺を感じるかも。さあ、でも結構艶やかでね、あ、いい感じなんじゃないかなって思いますけどね。いただきます。うん、うん、セーフ。すごく美味しいお蕎麦ができて嬉しいです。響きスタイル。ではでは、この動画がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。今日の担当は伊藤あやさでした。バイあやさー。